マリアナ諸島空襲は太平洋戦争中の1944年2月23日にアメリカ海軍機動部隊が行ったマリアナ諸島の日本軍に対する航空攻撃である。開戦以来初めてのアメリカ軍によるマリアナ諸島に対する航空作戦としてトラック島空襲に続いて行われ、日本軍の基地航空部隊に一方的に大打撃を与えた。 1944年1月末、アメリカ軍はクエゼリン島に上陸し、マーシャル諸島への進行作戦を開始した。その間接支援のため、2月17日、アメリカ海軍の第58任務部隊は、日本海軍の一大根拠地であったトラック諸島を空襲し壊滅させた。大成功を収めたアメリカ軍は、続けてエニウェト区に上陸するとともに、 第58任務部隊のうち、第58.2任務軍と第58.3任務軍を抑えて、マリアナ諸島を空襲することにした。主な作戦目的は、マリアナ諸島の写真偵察にあった。なお、アメリカ軍にとっては、グアムカーナク以来初めてのマリアナ諸島上空飛行であった。アメリカ海軍は、潜水艦部隊も空襲から脱出する日本艦船を、 待ち伏せするために配置した。潜水艦、アポゴン、シーレイブン、サンフィッシュ、スキップジャックの4隻がサイパン島の30マイル西方にこを描いて散会し、その西方に予備としてタングが潜んだ。うち、サンフィッシュは脱出パイロットの救助艦を兼任している。対する日本軍のマリアナ諸島防備状況は、絶対国防圏の名と、裏腹に手薄だった。陸上には、 海軍の第5根拠地帯と陸軍の第13師団戦艦隊がいる程度である。航空戦力は第1航空艦隊の進出が始まった矢先だった。1航艦は決戦専用として1943年7月に編成された基地航空部隊で大本営直轄として1年かけて要請する建前だったが、マーシャル諸島法、そして トラック島空襲の損失を埋めるため、比較的に重速率、連度の良い第61航空戦隊の全力をマリアナ諸島に進出させることとなっていた。空襲4日前の2月19日から少しずつ到着し始めており、22日時点で立航39機など各種93機が届いていたが、主力戦闘機体の261空はまだ中継地の洋島にいた。 指揮官の角田中将は、積極果敢な指揮で知られる人物であった。一航艦のほか、マリアナ諸島所在の海軍航空部隊はすべて、角田中将の指揮下に入れられており、総兵力は、水上機や輸送機を含めて、約140機であった。日本海軍はトラック島空襲後に、アメリカ機動部隊を見失っていたが、通信解析やアメリカ潜水艦の出現状況から、 マリアナ諸島への襲来の危険があると推測していた。2月20日にトラック基地からの偵察機がアメリカ機動部隊を発見、日本側は警戒を強めた。一交艦は2月22日に立交十一機による二段下前の策定を行い、うち1機がテニアン島、東方450海里の地点でアメリカ機動部隊の発見に成功した。淵田光一交換参謀は 一交換は、進出間もなく、準備不足であることや、護衛戦闘機が不足していることを踏まえ、対比による温存を進言した。しかし、角田中将は、未適必戦。22日夜、761空などに属する、立港34機による、夜間攻撃隊が、3時に分かれて、テニアン基地から発進したが、戦火なく15機を失った。また、 翌日の黎明攻撃に備えて、サイパン島所在の艦爆十機をテニアンに夜間移動させたが、着陸事故で六機が飛行不能となった。他方、テニアン所在の輸送機四機はグアムへ避難させた。二月二十三日未明、角田中将は、一交換他所在の基地航空隊をかき集め、立港十一機、艦爆六機、艦艇六機、夜戦五機、戦闘機十七機による、 黎明攻撃を行わせた。しかし、立候空機密機関など大きな被害を出し、戦果はなかった。戦闘機は名オを担当する予定であったが、実施状況は不明である。アメリカ軍は23日早朝から正午過ぎまでサイパン島、テニアン島を中心にしたマリアナ諸島一帯を3時に渡って空襲した。日本軍機はグアムに避難した。 輸送機も含め72機が地上撃破され攻撃隊援護と迎撃戦を合わせて戦闘機18機が撃墜、被弾不時期で失われた。アメリカ側損失は6機である。在白艦船も攻撃目標となり、戦死総書によると特設苦戦艇など11隻の艦船が沈没した。アメリカ海軍公式年表によると第58.2任務軍の空母クス ヨークタウン航空隊がサイパンで貨物船昭安丸を撃破、第58.3任務軍のバンカーヒル航空隊がテニアンで貨物船セザン山丸撃沈サイパン北方で特設奉還 A コマル撃沈となっている脱出を試みた日本アメリカ側記録によると潜水艦サンフィッシュは23日に空母ヨークタウン搭載機と共同で 貨物船、新リマ丸を撃沈、タングが22日に特設砲艦、福山丸、23日に特設工作艦、山荘丸、24日に貨物船、越前丸と特設休暇手艦、長江丸を撃沈している。アメリカ第58任務部隊は空襲を1日だけで終えると起労についた。日本軍もトラック島から発進した偵察機により、 機動部隊の撤退を確認し、警戒を解いた。戦闘の結果は、マリアナ諸島にいた日本軍機140機以上が、ほぼ全滅、船舶4万5000トン喪失の損害が生じたのに、対し、アメリカ軍の損害は、航空機6機だけというアメリカ軍の完全勝利であった。一交艦の戦闘外報は空母を含む大型艦の隻を撃沈破したと記録したが、実際には、 アメリカ側の感染損害は皆無であった。なお、日本側も、その後の検討で1、2隻の損傷程度の戦果と、下方修正していた。一交換で生き残ったのはわずか3機で、夜間作戦。決戦兵力に予定された、同部隊の要請がつまずいたことは、4ヶ月後のマリアナ沖海戦における、日本軍敗北の原因となった。トラック諸島に続いて、 マリアナ諸島までが空襲を受けたことは、日本の海軍よりも陸軍に大きな衝撃を与えた。日本陸軍は、マリアナ諸島の陸上防備強化を促進することにし、豪北方面への派遣を予定していた第14、師団を投入することも検討した。その後、大規模な陸軍部隊の派遣は、末輸送として実施されることになる。ありがとうございます。